普段は精神科で勤務してます。もちろんコアコンディショニングを取り入れたグループエクササイズをやったり、あとはその一般の方向けにお教室をしていたり、こちらもまたストレッチポールを使ったエクササイズを1時間ほどやったりですね。で週末はセミナー講師としていろんなところを飛び回ってます。主にその精神障害を持たれたアルコール依存症の方や精神疾患ですね、うつ病だとか統合失調症を持たれている方が精神科の中でやるグループエクササイズの中で対象となり、向けのグループエクササイズでは20代後半から50代後半ぐらいの女性をターゲットにグループエクササイズをやってます。 JCCA の、 そのベースメソッドというかそのベーシックセブンを使った指導を主にやってるんですが、まあ最初に何かその音楽に合わせて動いてその体をほぐした後に最後にベーシックセブンをやってそのまま瞑想するというようなグループエクササイズをやってます。普通のエクササイズっていうのは正しい動きを正しくやることじゃないとその正しい結果に結びつかないっていうようなものが多いじゃないですか。でもストレッチポールは正しい運動とかそういったものをあえて教えなくても自然とそういう姿勢に落ち着いてくるというか、で全くその意識しなくてもその無意識の部分そういったものを姿勢とかですねそういったところに働きかけることができるというのがストレッチポールが素晴らしいと思うところですね。例えば精神科 の、 その完全社会復帰率っていうのは 1% に満たないって言われてるんですね。でもその中のデイケアっていうねその外来で通院されるところでやってるんですけど、でもその中で私 の、 そのグループエクササイズに来てる人たちの中でかなりの人数ですね完全社会復帰をされてる方がいらっしゃるので、ここにやっぱりそのストレッチポールというそのツールっていうのは不可欠だな、コアコンディショニングというのは不可欠だなというふうにやっぱり思いますし、あるいはその一般向けの女性を対象にしたグループエクササイズに関してはこちらはまだあまり数ヶ月しか経ってませんが、まあ、明らかにその4ヶ月前と比較すると女子力が上がってるんですよね。本当に口々に外見的に綺麗になっただけじゃなくて本当にこう綺麗なオーラをまとうというか自分のことが好きになったとおっしゃる方が非常に多いというのが効果ですね。実感する、そうですね、そのいわゆるその体が軽くなったとかそういうことだけじゃなくてそのストレッチポールって自分の体と心と対話できるツールだと僕は思ってるんですよ。そのより良くいい姿勢になるためにやるんじゃなくて、なんか乗ってると気持ちいいよねっていう感覚で終わるということ、自分でやっただけでこんなになるんだっていうことを体験していただけるっていうことで、そのいわゆるその自己実現だとかそのツールとかそのサプリメントだとかあるいは人に依存することなくそのなんか気持ちいいっていうこの棒を通じてその感じていただけるっていうのが普通の方でもやっぱり通じるゆえんなのかなと思いますね。